めんそうれしゅん茶です。今回はみんな大好き弥富にあるマルゼル養魚場さんのロケ動画を公開します。でこれがちょうど今日撮影してきたばっかだね、で明日からセールが始まるということで、セール行きたい人はねこの動画のラインナップを見て目星をつけるのもいいかもしれないね。はい、行ったのがお昼ぐらいだから、俺たちが買った分とかその後のお客さんが買った分とかね減ってるとは思うけど、大概こういう感じのラインナップですよっていう風に見ていただければいいね。やっぱセール前日だけあって人が少なかったよね、すごい。空いてたね。今日は駐車場も止めれた、止めれたね。そう、金魚好きの人ってさ、なぜか午前中に金魚屋に行く習性があるのかさ、結構さ10時とか11時ぐらいだと混むよね、そういうイメージがある、なのでお昼過ぎだったからこそちょっと空いてたのもあるかもしれないね。今回どうでしたか？今回、てかいつもいいんだけど今回はね、ちょっといい子がたくさんいちゃって困ったのね。そうか、例えばどういう子が気になった？言っていいの？いいよ言って。あのね、ショートテールと、ブな、何あれ？ブーちゃん？ブーさん。ブーさんか。あれ何、なんて言ったらいいの？窓から映すけどね。あの子たち。ヤンボーのローズテールみたいなの見たの。そう。それがね、もうね。よかった。あと水泡、水泡岩は違った、生きてないやつだ。あれオブジェだな。それあとね、これはこれどうだった？お食事ね、これもねすごい良かった。良かったけど同じような子が多いから選ぶのちょっと苦労したね。でもやっぱねこういうの好きなんだよね結構。前回もさ、住みやすも買ったじゃんここで。なのでそういう色が濃い系のやつは好きだね。好きそうなのたくさんいたよね。このそう、でやっぱり1ヶ月半ぶりぐらいに行ったじゃん。だからそんだけ間が空くと全然違ったねラインナップ。やっぱ回転率が高いなっていう。どんどんね入れ替わってくね。いい意味で新陳代謝が早いお店ですね。だからいい子は見つけたらなるべく早く買わないと売れちゃうかもね。そうね。岡谷とかにもあとさ、なんとなくランチューが多いイメージあったんだけど、いつもよりね、気のせいかな、ランチュー。いつもでもランチューはいろんなお値段の子がいるじゃん、ちっちゃいのとか大きいのとか。そうね、多かったかな今日。なんとなくね、多かったイメージがあったね。ランチューもあんま買わないけど、ここでは買ったことないか逆に一匹も。いつもそれ以外のバッグ買うね。とにかくさ、ショートテールオーランダがすごいいるんだよね他のお店に比べると。だって逆にさ、弥富の金魚屋巡りでショートテールオーランダ売ってるのここぐらいじゃない？他のところで見かけないね。見かけたかもしんないけど、もしかしたら買ったことはないもんね。そうなもんで、自家生産の金魚プラス弥富の金魚市場市場か、そこで仕入れた分もあるし、輸入したっぽい金魚もいるよね。だもんで本当に多種多様な金魚が揃っててね、本当に楽しみなお店だね。で今回天気も良かったので、ほら結構良くない？この綺麗ね、このなんか水門っていうの、なんていうの、そうこのエアのね、感じで、波みたいなって。そうで今回は結論から言っちゃうと、お迎えしたのは5匹4匹だここでね。またそれはそれで他のお店とも合わせてご紹介するけど違う動画で。でもやっぱり、セールの前に行っといてよかったなって思った。そうだね。この2個前の動画で、自分がマルテル養魚場さんのセールに行かない理由みたいな感じでさ、
語ったんだけど、うん、まさにそれが全てこの時に生かされた感じ、うんうん、じゃない。やっぱ個人的にはだけどさ、確かにセールの時の方が安く買えるんだけど、それ以上のメリットがたくさんあったね。うん、そうだね、うんうん、その時はさ、動画で喋ってる時ね、結構想像しながら言ってたの、予想っていうかさ、まあ、実際にセールってもともと言ってたじゃん結構、うんうん、でも今回さ、あえて避けようっていうことになってさ、タイミングも良かったから土曜日で、うん、ちょっとずらしたんだけどさ、良かった良かったね、うん、私もそう、あの、うん、買ったのの中で一匹買った、一、うん、匹っていうか一匹買ったんだけど、うん、あのことが嬉しかったからちょっとずっと嬉しかった今日は。そうだね、やっぱ個性的で可愛い子がいるとねいいよね、うん、だってセールじゃなくても十分安いよね正直、うん、安すぎるよね、うん、そう、うん、なんでここで、うん、そう、うん、嬉しかったねあれは、うん、嬉しかったね、うん、そうだもんでね、うん、本当に可愛い子から売れてくっていうのは当たり前だもんで、うん、セールもねやっぱ初日結構争奪戦になるかもしれんね。だってさ、俺たちも買ったけど本当はまだ全然欲しい子とかいたもんね。だけどやっぱ迷うっていうかさ、その中で厳選してお迎えしなきゃダメじゃん。欲しいの全部買ってたら絶対お金が足りなくなるしさ、飼育場所も足りなくなるからね。うん、お金より場所かな私、うん、正直ね、うん、もっといたよ欲しかったの。知ってるよ、うん、だけどやっぱ、うん、すごいね、うん、一番使ったんじゃない今日。そう、一店舗で。そうだよ、一店舗でここまでお金払ったことないよね、うん、全部で16,300円かな、違ったか、そんくらい。そう、そうだと思う、うん、そんくらい使ったから大盤振る舞いだよね。ちょっとセールの時だったらいくらになってるっていうのあんま知りたくないよね、逆に。そうだね、それを考え、うん、それは考えない方がいいと思う、うん、そのセールの時に行ったら、うん、今度なんか今日買えた子が買えなかったかもしれないっていうのがあるから、う、ね、うんうん、それは自分の選んだ 道っていうか、その何、うん、選んだ方は、うんうん、気になるのが、うん、セールが11月の1日から11日までの11日間やるじゃんね、うん、でもさ、その間にきっと入荷もあると思うんだよ、新しい金魚、うん、それがセールの対象になるのかどうかは気になるね。うん、そっかそっか。そう、セールって言ってもさ、うん、その時その時でちょっと微妙に違うじゃん。だもんで、前は確かさ、入荷したばっかの金魚はセール対象外なんだけど、2週間経って売れ残ってる子はセール対象になりますみたいな、うん、結構長い期間セールされてて、うん、12月の半ばから1月の末までみたいな、1ヶ月半ぐらいセールした時があって、去年つか、まあ去年から今年にかけてなんだけど、うん、その時はそういうシステムを導入してたから、今回どうなるのかなっていうのが気になるね、うんうん、はい、というわけでしばらくランチューが映っておりますけど一応ね全部映してきましたでね、ゆっくり見てもらって、はい、うん、どうかね、みんな見てくれるかな、うん、うん、見てくださると思うよ、そっか、うん、私はちょっとやっぱり、うん、あのちょっと今日買っここのマルデルさんで買ったのは、うん、あののだけだから、あのの、うん、オブジェ、うん、うん、でも分からんじゃん、うん、俺が買った中からさ、うん、お持ち帰りする可能性もあるからさ、 あそうだね、うん、ね、面白い。ちなみにさ、前回のマルテルさんの動画だと思うけど、ロケ動画、うんうん、何、水砲ガンのオブジェが欲しいって言ってさ、ナオミンが、あ、そうなのそうなの、そのこと、うん、そのこと、うん、そしたらさ、うん、ナオミンのために仕入れてくれたかのように仕入れてあったの。そう、それが嬉しかったの、うん、だってさ、そのそう、もともと風鈴とか置物があってさ、うん、ね、まあ、売れてくとなくなるじゃん、うん、で前回見た時とさ、減ってる分はあったかもしれないけど、うん、増えてはなかったじゃん他のは、
でもその水泡眼のオブジェだけ増えててじゃんねしかもさ他のは値札がついてるのにそれだけ値札がついてなかったんだよね。まあでも他のもついてないのあったかもしれないけど分かんないよ、うん、でもなんかそうなんかそういう風に思えちゃったっていうか、うん、ちょっと嬉しかったかな。そうだね、うん、マルテルさんどうもありがとうございますナオミのために水泡がのオブジェ入れてくれて、うん、そうそれだけ買ってちょっとずっと持ってたねお店の中で。そうだね、うん、買う前とね、そう買う前ね、買う前からもう、うん、見つけたって言ってさ、うん、あったからもうずっと持ってた ね、 そうね、うん、この水槽も可愛い子めっちゃいた。あそうここがあの、うん、さっき言った、うん、あの気に入ってたとこの2つ目かな、うん、そうだね、うん、これもねこれ可愛いでしょ。これも気になった。すごいそう、うん、やっぱねショートテールが売ってるお店ってなかなかないんだよ。そうしかも俺が一番大好きな品種だからね。うんうん、やっぱショートテールオランダが多い。さすがだなって思う、うん、そのわかんない、どう考えてショートテールオランダを入れてるのか知らないけど他のお店に いない、まあ、この辺のね、うん、弥富近辺の金魚屋さんにいない品種だけど一般的には人気だなって読んで入れてるんだったらさすがだよね、うん、経営手腕として、うん、でこれはピンポンだね。やっぱねショートテールオランダとか、まあ、言い方はいろいろあるよね。うんうん、オランダショートテールっていう人もいるし、うんまあ、ヤンボーっていう品種もさ近い品種ではいるじゃんね。だからいろいろいるんだけど似たような感じで、まあ、セルフィンランチューとも言うね、うん、背びれのあるランチューみたいな、うん、そうやっぱね結構いたよね。さっきの水槽以外にもほらこれもライオンヘッドだしさ、うん、これもねいたんだよね。ちょいちょい欲しいのね、そうね可愛いんだけどね、うん、そう、うん、本当にねこういうゼブラ柄もいたし桜っぽいのこれ可愛い子右の子とか、うん、これね真剣に考えたらね本当に 3,4 匹はいたけどもうね今回は本当迷ったっていうのも買った子が4匹いて、まあ、1匹はさっきの5色長尾なんだけどさどっちかというとそれは他にいなかったじゃん長尾があんまり、うん、だし、まあ、自分自身ちょっとデメキン系を探してるのもあったから購入したんだけど、うん、他の3匹はショートテールオランダ系じゃんね。1匹はショートテールオランダってさっき書いてあった水槽から買って、うん、残りの2匹は品種名が書いてない水槽だったんだよね。お値段だけ書いてあってさそうだからそこから買ったんだよ2匹、うんその3匹も超可愛いじゃん。そうなんです。しかも、うん、なんつうんだろうさっきのさオランダショッテルの水槽だと過去にねめっちゃ好きだったけど死んじゃった子がいてさ、うん、ここで買った子なんだけどその子とすごいそっくりだっただよね色合いとか顔とかね。なんかね、うん、見た時そう思ったよ。そうだね、うん、だ同じ名前つけてね今回も、うん、でもなんか生まれ変わりみたいな感じだったよね。だちょうどさ亡くなってから数えるとさ今ぐらいの大きさだなっていう感じで、うん、結構昔に買ったもんでさ、うん、それも嬉しかったしそれぐらい好きな子を変えてなおかつ残りの2匹は予想を超えるような金魚だったね。こういう金魚いるんだみたいな。そうねえって思ったよね。いい意味で何これみたいな。ですごいその中でも可愛い子2匹いたもんでさ抜群に。しかもさ余談だけど大潮なんだよな、うん、昨日から。でうちさ繁殖しまくってるじゃん。しまくってるじゃん、まあ、そんな何回もじゃないけど数回ね。このタンチョウも可愛いね。あのねこのタンチョウはね、うん、ショートボディみたいな感じでちょっと可愛かった。ショートボディ、うん、胴が短い子可愛いよね。そうどの金魚でもそう。でもオランダも結構可愛かったよこれ、ね、大きい、うん、大きい。オランダ変わんねえでも普通のは。ショートテールオランダはすごい好きじゃん、うん、だけど普通のオランダはほとんど見向きもしないよねその時点で。うん、なんでかな、うん、可愛いんだけどねなんか飼うっていう感じじゃないね。そう多分やっぱ胴が短くてほっぺがあってとかおでこがモコモコみたいな
そういう子いいよね、うん、やっぱりこうやって久しぶりに金魚屋さん巡りというかさ、やとみのね、やとみの金魚屋巡り行ったけど楽しいね、回るの、うん、なのでやっぱ買えない子もいるじゃん、高すぎてとか、うん、高級すぎて、そういう子でもさ、やっぱこうやって見れると楽しいし、動画としてね多くの人に見てもらうのもいいよね、うん、だけどやっぱ1ヶ月半はちょっと空けすぎたかもしんないね、もしかしたら。どう、そんなことないかな。どうだろう、なんかでも、うん、そのぐらい空いてたから余計になんか良いと思ったのかもしれないし、うん、あとそのやっぱオブジェがあったことが嬉しかったから、もうありがとうって思っちゃった、うん、うん、そうだね、なんか やっぱりある程度時間空くと、うん、変わってたりすることが多いでしょ、うん、だからそれは空いたから良かったのかもしれないって取った方がいいかな、うん、やっぱその頻繁に行ってても変わってる子はまあいるかもしれないけど、うん、なんかその時のなんか巡り合わせっていうかそういうのがあるから、うんうんうん、そうだ ねだって今日買った子だってさ、うん、多分入荷したてじゃないじゃん、うん、多分だけどね、俺もそんなに詳しく入荷情報は知らないけど、で今まで売れずに残ってくれたってことはそうやってね、なんか待っててくれた感があるよね、うん、だってさ、いつもこうやって見てて撮影をし終わってから自分が買う金魚を選ぶじゃん、まあ、撮影しながら見てるんだけど吟味はしないじゃんね、うん、でこうやって目星つけといて自分の中であそことあそこの水槽は見ようみたいな覚えておいて撮影が終わってから見て選ぶじゃん、うん、でもさ、長い目で見ればねきっと撮られちゃう時もあると思う、うん、この何分かの差とかで、うん、そうね、撮影してる間に買われちゃったとかってこともあると思うし、これまでもあったかもしれないんだけど、それを言ったらきりないじゃん。だってさ、自分が行けないお店ってあるじゃん、例えば九州とかね、うん、そういうとこにも絶対自分が本当は欲しい金魚はいるわけだし、だけど行けないし見れないから気づけないだけでさ、ご縁だよね、そこは。そう、巡り合わせだよね。だからそう、さっき言ったけどそういう感じ、うん、その巡り合わせだからちょっと間が空いてもいいし、うん、まあなんか行きたかったらなんかちょっと早めに行ってもいいかなって思う、うん、そうだね、うん、本当はもっと行きたいんだけどね、やっぱちょっと忙しすぎた最近は仕事が、うんうん、今日だって結構本当にギリギリだもんね、うん、前日の夜にさ結構遅くまで仕事してさ自分のね、うん、それでちょっと寝てさ行ったって感じだもんね、うん、もっと本当は余裕を持ちたいよね、まあ、この動画はなるべく早く公開したかったから、うん、当日にね、うん、こうやって編集してるけど、うんうん、やっぱみんな見たいタイミングっていうのはさ、セール当日とかさ前日の感じかなって、うん、そう、それにやっぱ行ってきたからなんかちょっとその気持ちをすぐになんか、うん、あ、そうだね、っていうのもある、ね、私なんかそういうのあるかな、うん、結構いつもぽっかり忘れてる時あるから、うん、この出向きも良かったんだよな、これもね迷った正直、うんうん、やっぱあれちょっと色が濃い系のさ出向きとか超美好きだからさ、うちにさすごい素晴らしいのがあるじゃん、一匹、うん、デメキン、あれがオスだもんね、それに見合ったメスがいない今んとこ、やっぱある程度大きくて、特にメスはね大きい方がいいじゃん、卵を産むから、うん、それでヒレ長で色もびっしり入ってるって子がねいないんだよね、なかなかいないよ、見たことなくない、うんうん、だもんでちょっと焦ってる、冬の間はいいとして春の自然繁殖の時にいなかったらどうしようって、そのお嫁さんが、うん、ね、うん、でまたランチューだね、この辺は高級ゾーンになるね、これカッセータの砂利かな、カッセータの砂利っぽいな、うんうん、カッセータはね結構半永久的に効果を発揮するらしいよ、すごいね、うん、でもこういう風にさ
キング屋さんの飼育環境を見て参考にできるところもあるよね。うん、うん、このね今のエアーの先っぽについてるやつもね、エアーが酸素に溶ける量を増やしてくれる道具らしい。そういうのもあるんだよ。うち使ってないけどね、あのろ過器だからさ。でも酸素を送るだけだったらあれ結構いいみたい。酸素って意外と本当に大事だからさ、酸素の溶ける量があんまなかったり、引数が多すぎて酸素を吸えなくなるとね、それで弱ったりさ、病気になったりするもんね、うんうん、難しいよね。でも酸素の溶けてる量ってなかなか測らないからさ、うんうん、あとはこういう上身もあるよね。上身水槽も1個ぐらいは本当欲しいんだけどね、ちょっと大きめの、うん、上身の方が絶対可愛い子っているじゃん、特に長尾とかそうじゃん、うん、でこの辺はメノーランチュウかな。メノーランチュウもあんまいないよね、うん、ここではよく見るけど、やっぱねラインナップの幅が広い。出たこれじゃない、ほら、そうここ、これなんかヤンボーローズテールみたいな、うん、そうここねすごい可愛かった。これやばかったね、うん、ここ一番見ちゃったかもしれない。あ、こことやっぱさっきのショートテールのとこかな、うん、そうそうそう、これね、うん、見たと結構衝撃的だった。何これっていう、うん、ショートテールではないじゃん。でも、うん、でもさ胴が短くて丸々しててさね、うん、尻尾もちょっと長めの子とかほら綺麗な子とかいるじゃん、うん、出たブーさんブーさんだよこれ。そう、これがね気に入っちゃったの、うん、私、胴めっちゃ短かったよね。あのねブーさんのほっぺたがね、ほっぺたすごいね、もうブーさ、うん、うん、顔ちょっとウーパールーパーみたいだけどね、それもまた可愛いね、うん、あれはね本当に良かった。あれはセール初日に行ってたら絶対買われてるなっていうレベルでね、うん、セール前じゃなきゃ取れないあれは。さっきのねおすすめのとこから2匹お迎えしたね、うんうん、でおなじみの桜錦、ここの桜錦ほんとかわいいんだよな。桜錦でもグレードがあるじゃん、1000円ぐらいで売ってるのもあればさ、うん、まあ、1万円超える場合もあるしさ、うん、この日はそんなに高いのはいなかったけど、やっぱそれなりのお値段する桜錦は全部いいよね。基本モコモコしてる、うん、ちょっと手が出ない高級品だけど、さすがに、うん、薪も立派だった。こういうの広い池とかあったら良さそう。うん、薪ってさ結構大きくなるんだよね多分、うん、ほとんど買わないから分かんないんだけどさ、この江戸錦っていうか、個人的に最近江戸錦ちょっとごちそうさまなんだよね。あんま言わなくなったら俺、うん、かわいいこれ、うん、ね、ランチ、あの、うん、この辺さ大きいのってやっぱサラサが多くない？バキンとか、うん、オランダとか。キャリコってそんな大きくなんないのかな。どうなんだろうね、うん、そう、トサキンもたくさんいるね、大きいの、うん、これがビッグ江戸錦、超立派な、立派だ、うん、これお値段書いてなかった確か。あ、そっか、そうなんだ、うん、もしかしたら非売品、非売品か売約済みか、うん、うん、まあ、あんな大きいのを買う日はしばらく来ないと思うけど、これがん？青ランチュウとか江戸錦式が、この黄色顔の子かわいいな、うん、個性的、泥棒みたいなんか、うん、これも綺麗。こんなんなすごいね、うん、好きそうじゃんこういうの、うん、好きかな、うん、ダルマリュウキも最近お迎えしてるよね結構、小さいのから、うん、普通のから、もともとそんなに興味なかったんだけど、ね、最近ちょっと目がいくね、うん、うん、まあ、違うお店だけどね買ってるのは。はい、
まあ、こんな感じでね、明日からセールなのでその直前の映像をお届けしました。まあ、こんな感じでね、参考にしてもらって、はい、うん、皆さんセールで可愛い金魚たちを安くお迎えしてくださいね。こんな感じでワクワクキングランドでは金魚の映像やトークを毎日配信してますので、よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。はい、はい、最後に一言。はい、ありがとう、ありがとうじゃない、いやいや、うん、マルテルさん行ってみてくださいね。はい、じゃあまた明日お会いしましょう。またね、バイバイ。バイバイ。